願いします。お願いします。企画は職人の財布の中身見せてください。とび職はまあ稼ぐからお金いっぱい入ってる説は本当なのか。そんな入ってないんじゃないですか。もうちょっと自信ある感じやお前。あ、来たぞみたいな感じや。今日たまたま自信ある。自信ある。じゃあどっちか行く。俺いや、あ、まあじゃあミッチーチャンネルから行く、はい、職長さん、ミッチー昨日またたまたまなんですよ。昨日何時前の音だって。俺さっき聞いたけど3時過ぎぐらいです。3時いや朝6時だろ。取材受け前7時。7時です。やばいでしょ。こんだけですね。んこんだけです。6000円ですね。そっちかお前。1000円ですね。知らんっていくらやと6000円と、あとプラダ。これちなみにエピだな。これいやエピじゃないです。プラダですね。あ、プラダか。はい、あとプラダろ。結構入ってるよ。俺らしもう間違いとんねん。7 8 9 10 11 12。お前、俺昼飯おごらされたの。3170円だぞ。16万。何そうなってんの。まあ、コンビニで昨日ロシアみたいな感じか。そうですね。そう、はい、いつもそんな持ってんの。いつもそのでも5万ぐらいですね、持ってるの。あ、持ってんの。はい、持ってる方だな。カード使わんのか。僕カードそうですね、使わないんで。カード使わんのか。カード作れんのか。どっち。作れないのもあるっすね。これ言っていいんですか。それ言っちゃうやつ。言っちゃうやつ。言っちゃうやつ。ダメだろお前。面白いの。ブラックカードぐらいですね。え、ブラックカードすごいじゃん。はい、なんか風俗の違う床屋さんのあれ。美容院。ビップカードじゃん。ビップカードです。あとはもうお前、これでいだろ。これじゃあこれ伸びたんす。伸びたんすよ。伸びたんすよ。恥ずかしいが伸びる。しかもヘルメットかぶって。これで美容院だろお前。じゃあヘルメットかぶってか。ヘルメットかぶってか。じゃあそう。じゃあそう。結局いきなり16万6000円。16万6000円。すごいね。練り替え道場の千葉班のミッチーは。お前は。お前見してくれよ。俺すごい。ちなみに会社入って2週間。まあうちで給料1回もらってないか。はい。あ、今一番きつい時だな。はい。何意外と3000円しか行ってない。嘘嘘。3000円しか行ってない。ちょっと見に移し、もう財布も薄っぺれなお前って言って。そう、まあでも稼げるでいい。給料上がっただろう、うち来て。まあそうっす。変わらん安い。いや、待って待って、ちょっと何ちょっと領収書、ちょっと領収書、ちょっと一個一個見せろ。あ、なんかいっぱい持っとるな。ちょっと映ってるか。ちょっと早く出せ出せ。なんでいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっと見せろって。マジで無理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 。なんでなんで何が入っとんの。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 何の領収書やろお前。何でまずいだお前。でもなんかこう来たばっかだろお前。まずいまずい。そうなのお前。まずいまずい。なんでなんで。マジやばいっす。やばいっす。お前やっとんの。お前それ職権乱用だぞ。やばいやばい。職権乱用。職権乱用罪で捕まる。まずいっすね。いや出せよ。いやまずいっすね。まずいっすね。結構痛いっすね。いやまずいっすまずいっす。ちょっとポール。顔がやばいな。マジでマジで本当やばかった。ちなみに何入ったの。いや言えないっすね。言えんのか今。っていう感じですね。はい。じゃあ今日は突然職人の財布の中身チェックで、さすが職長っていうところと、さすが YouTube から来た男っていうところがよく出ましたね。チャンネル登録お願いします。お願いします。します。またねまたね。